ここで敵を待ち伏せる。なるほど、いい案だ。僕たちはこの地を知り尽くしている。それを利用しない手はないからね。それはそうなのですが、星がいっぱいだ。その星々が警告しておりますわ。影は闇に潜むと。どういう意味だ？こういう意味さ。動くな。チッ。ホルンの忍びか。貴様の持っているその首飾り、マシュリー様のものに相違ないな。マシュリー様をどうした？どうしたもこうしたも、あそこにいるのが見えないのかい？マシュリー様、シュゼルとも一緒か。囚われてるように見えるかい？なるほど、命拾いしたな。だが次はないぞ。消えた。モント様、ごめん。一生の不覚だ。あの忍びがうまく説明してくれればいいんだけど。説明？賊に襲われたところを僕たちに助けられたってマシュリーが説明してくれれば。そうなればこの戦は終わるかもしれないね。でも次にフェネスと戦う時はホルンとの連合軍が相手ということになるよ。そうなれば私たちに勝ち目はなくなる。そうか、フェネスと戦を続ける限りホルンとも戦うことになるのか。そうなれば今度はマシュリー殿も敵に回る。どうすれば？私たちが生き残るにはホルンの援軍が到着する前に村がを撃つしかない。そう、たとえどんな手を使ってでも。この剣の露としてくれる。みんなは僕が守ってみせる。
終わらせる。上出来かな。リンクスか。ご無事でしたか。心配性の父上がよこしたか。いえ、独断で参りました。どうした？シュゼルト様、お知らせしたいことが。まさか、ナイアのことか。どうした？早く話せ。ナイヤ様が亡くなりました。なんだと？どういうことだ？リオニスの艦長であるシュゼルト様が賊と共謀してマシュリー様を拉致したと。ふざけるな！誰がそのようなことを。フェネスの忍びが一部始終を見ており、それをムラガ様に報告したそうです。シュゼルト、落ち着け。リンクス、教えてくれ。誰がナイアを殺めたのだ。リンクス、言わんでよい。いいえ、リンクス。言わぬのならば、言わねばお前をここで切る。マシュイ。モンタ様、敵が来るよ。強いとしてくれる。みんなは僕が守ってみせると。当たらんさ。上出来かな。
ロブ様は、王は、シュゼルト様を信じておいでです。しかし、シュゼルト様をかばったことで、ムラガ様を激高されました。リオニスと裏で同盟を結び、我らフェネスを滅ぼそうとしているのではないかと。バカな。ホルンを信頼しているからこそ、大切な一人娘を嫁がせたのに、とも。さすがにロブ様も言葉に窮し。見せしめのためにナイアをムラガに差し出したのか。いいえ、ムラガ様はロブ様に一切を告げず、廃墟の忍びに命じてナイア様を。許さぬ。ここでことを起こせばフェネスの思う壺だぞ。今ここでシュゼルト、そなたがフェネスに剣を向ける、それこそがムラガの狙いだ。わからぬのか。そうなれば父上はもはやムラガに頭が上がらない。その上でわらわをも始末できれば、ムラガの奴め、そう考えているのだろう。私はムラガを斬る、それだけです。それで祖国を滅ぼすことになってもか。申し訳ございません。出過ぎた真似をいたしました。過ぎたことをあれこれ言ったところで何にもならん。だがリオニスの者には絶対に手を出してはならぬ。リオニスは敵国です。手を出せば斬る。よいな。承知いたしました。ムラガメ、不作法な蛮族と聞いていたが、ここまで用意周到とはな。よかろう。わらわも腹をくくるとしよう。モント。この剣の露としてくれる。みんなは僕が守ってみせると。
この剣の露としてくれる。みんなは僕が守ってみせる。やっ、シュゼルト、マシュリー殿の護衛は良いのか。どこへ行くつもりだ。ムラガを撃つ。ムラガは僕たちの敵でもある。一緒に戦えば。断る。手を出せば容赦しない。お前も斬る。今日はいつになく星が騒がしいですわ。奴を追うべきかね。さあ、どう答えたらよいのか迷うところですわね。絶望と共にでも生きるべきか、それとも魂の安息のために死を選んだ方がよいのか。このまま死なせた方がいいってことかい。さあどうでしょうね。運命とは移ろいゆくものですからね。奴を、シュゼルトをこのままにしておけないと。でもどうするつもりだ。奴を追う許可をもらいたい。連れ戻すのか、それとも共に戦うのか、どっちになるかまだわからないけど。でも放っておけないんだ。わかった。感謝するよモント様。できる限り早く戻るから。リリシュはシュゼルト殿に昔の自分を見ているのですね。この剣の露としてくれる。
みんなは僕が守ってみせる。上出来かな。森役の女騎士はどうした？シュゼルトを追ってどこかへ行ってしまったんだ。なるほど、そうか。何があったんだ？実はな、ひどいわ。しかし、なぜあの女騎士はあれほどまでにシュゼルトに肩入れする？リリシュもフェネスとの戦で殺されたんだ。大切な人。恋人か？いいえ、弟さんを。そうか、あの二人にしかわからぬものがあるのだろうな。ならば仕方あるまい。ちょっと何をするつもりなんだ？あの女騎士の代わりだ。わらわがそなたの守役を務める。感謝しろ。なんじゃ、不満なのか？いや、なんでもないよ。では行くぞ。わらわについてまいれ。この剣の露としてくれる。みんなは僕が守ってみせる。
上出来かな。